お久しぶりでございます。だいぶ間が空いてしまっているわけなんですけれども、前回最後のところは何の話をしたかというと、ホーキンズ最門条件、つまり純生産ね、人間様が年々再々利用できるような財の生産というのが、可能になるという、そういう条件を、見たと。で、それがホーキンズ最門条件という、行列の満たすべき条件なんだという話を前回したわけなんですけれども、ちょっとその辺の復習からしておきたいと思います。どんな話だったかというと、ダイアライザーの総生産、それを XI と置きましょう。この I っていうのは財の種類のナンバーで1財、2財、3財あって、全部で N 財までありますと、こういうことにしておきますね。で、ダイアライザーの総生産を XI というふうに表します。ダイアライザーの純生産を YI と表しましょう。で、そして投入係数がどういうことかというと、大J剤を1単位で生産するために投入が必要になる大 I 剤の量、これを A の IJ というふうに表すことにします。で、そうすると純生産の定義ってこんなふうに書けますという話でした。例えば第1剤の総生産というのは、いろんな部門に第1剤が投入されます。生産をするために、X1、X2、X3 というさまざまな部門で、第1剤が投入されます。その投入量、それだけ分生産をしなければいけないということですね。つまり、第1剤を X1 生産します。で、第1剤を X1 生産すると、第1剤をどれだけ投入しなければいけないかというと、A の11というのが、第1剤を1単位生産するのに必要な第1剤の投入量ということですから、これ1単位あたりですので、全部で X1 を、生産しているときには掛け算して、A11、X1 ですね。これだけの、第1剤の投入が必要になります。で、第2剤を X2 生産します。で、第2剤を1単位作るのに、必要な第1剤の投入量は A12 になりますので、これを掛け算すると、第2剤を X2 生産するために投入されるべき、第1剤の量が出ます。で、同じように、第3剤 X3 生産します。第3剤1剤1単位生産するのに、投入する必要がある第1剤の量は A の13ですので、掛け算すると X3 の生産をするために投入すべき、第1剤の量が出ます。というのをずっと足していって、第 N 剤を XN 生産すると、第 N 剤を1単位生産するために必要な第1剤の投入量は A1N ですので、掛け算する。で、これだけ第 N 剤を作るために第1剤を投入します。ということです。で、以上が、生産を行うために投入されなければいけない第1剤ということですね。で、これだけ投入しなければいけなくて、さらにそれを超えた分が純生産ということですね。人間様が自由にできるということになります。で、それが Y1 ということで、こんな風に定義される。で、同じように X2、第2剤の生産量も同様に、X1 の生産をする、そうすると第1剤1単位、生産するのに投入すべき第2剤の量ですね、 A21、ということで同様にずっとこうなる、これがさまざまな生産物を作るために第2剤をこんだけ、投入しますということ。で、それを超えて、純生産 Y2 がされる。で、これを合計した分が生産されなければいけませんということです。ということで第1剤第2剤ずっといって、第 N 剤までこれが続くということなんですけれども、前回前回とか前々回ぐらいでしたが、お話ししていたのはこれを行列ということで表すんだという話です。どう表せるかというとですね、こんな風に書けますということですね。これはどういうことだったかというと、こういう縦に一列に数字を並べたものっていう、これがベクトル、横一列でもいいですが、縦一列とか横一列に数字を並べたものがベクトルと呼ばれます。で、こういうふうに数字をですね、表の形みたいにして縦横に並べたのが、行列というふうに呼ばれるんですが、この行列と、ベクトルの掛け算をする。どうやって掛け算が定義されるかというと、これかけるこれ足す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 ってずっと掛け算して足していく。全体を足す。これかけるこれと、これかけるこれと、これかけるこれと、ずっと掛け算して、これかけるこれまでかけて、全部足すということですね。それが1行目に来ますよということなんです。で、そして、
それに Y1 を足したものがこの X1 になりますということ。まさにこれなんですね。X1 イコール A11X1 たす A12X5 とかで、で、最後に Y1 が足し算されるというのが、ここに書かれている話です。同じように、2行目は、これかけるこれ足す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 、ずっと掛け算して、A2N、XN まで、掛け算して全部足すと。で、それに Y2 を足しますということで、まあ、これが出てくるわけですね。で、そんな風に3行目も同じです。これかけるこれ足す、これかけるこれ足す、これかけるこれ足すってずっとやっていって、A の 3N かける XN で、プラス Y3 ということになる。ずっとこれ、やっていって、最後、これかけるこれ足す、これかけるこれ足す、これかけるこれ足す、ずっと掛け算して全部足すと。プラス Yn。まあ、これが出てくる。ということで、まあ、こういうやつを、こんな書き方で表したということです。これをですね、一つの記号で表しておくと。これ X と。これを RGA という。ベクトルとか行列とか、まあ、経済学の文化かもしれませんが、太字で書くという、文化になってまして、で、これが、ね、これと同じ X。で、これを Y と言いましょう。太字で表します。この X が総生産ベクトルと言われ、で、この A が投入係数行列。で、これまあ、総生産ベクトルですね。で、この Y が純生産ベクトルと言われます。そうすると何が便利かというと、この N 本ある連立方程式全体がですね、X イコール AX プラス Y というね、こういう一本の式で表すことができますということで、とっても便利ですという話なんですね。これが一本の式で表せますので、普通の式と同じように、式の展開をしていくことができる。AX を左辺に持っていきますと。でまあ、そうするとマイナスがついて、こんな風になるということですね。で、前回も言いましたけれども、単位行列っていうのがあって、経済学の文化では I で表すことが多いんですが、単位行列って何かというと、この対角線上の要素、対角要素が全部1で、あとは全部0。こういうのは単位行列といって、で、単位行列は掛け算しても同じものが出てくるということなんですね。ということなんで、この X っていうのは単位行列かける X とみなすことができる。で、そうすると、これ普通の式と同じように掛けてある共通のものというのを括弧の外に出すことができて、こうなりますよという話なんです。こういう式でですね、任意の純正の純正産ベクトルに対して、必ずこの式を満たす純正の総生産ベクトルが存在すると。この連立方程式として、純正の連立方程式の解が存在するということですね。これが純正産が必ずなされる、純正産可能ということを表しているんですね。それで、この純正産可能であるこの条件、このことと必要十分になる条件ですね。それがホーキンス対応条件と呼ばれる。ホーキンス対応条件ってどんな話だったかというと、I-A の手段小行列式が全てセットというのが、ホーキンス対応条件ですということですね。で、これ何かというと、この I-A っていうのは、この単位行列から、これを引いたものですが、当然単位行列の各要素から該当するこの要素を引いたものですね。それの、まあ、行列式が全部プラスというものです。行列式については、まあ、前、ちょっとお話ししたと思いますけれども、まあ、行列全体の大きさを一つの、数字として表したものなんですけれども、その行列式を表すにこんな絶対値みたいな記号を使うという部分なんですが、一番左上から順番に1行1列、2行2列、3行3列っていうのを取っていって、で、最後 N 行 N 列まで、つまり、一番左上にあるのは 1-A11 プラス。で、次に上、左上から2行2列を取ると、1-A11、-A12、-A21、1-A22 となりますが、これがプラス。で、3行3列を取るとこうなりますが、これもプラス。ということで、ずっといって、全部、左上から順番に1行1列、2行2列、3行3列、4行4列、5行5列ってずっと取っていって、最後は全体、I-A の全体の行列式。それがプラスです。これが全部成り立ったら、ホーキンス・サイモン条件が成り立つということになります。で、この、ホーキンス・サイモン条件が成り立つと、純正産が可能になる。その他ですね、ホーキンス・サイモン条件と同値になることとして、こんなことがあったと。一つは、1-A の逆行列が純正であるということです。で、逆行列っていうのは掛け算すると単位行列になる。普通の数字で言うと、X に対して X 分の1みたいなので、これが純正、というのが一つ。
で、それから、この購入係数行列 A というのを何回も累乗していくということですね。同じものを何回も掛け算する。で、すると、それを無限に掛け算していくと、ゼロ行列になります。というのが、同値な条件ですね。その他前回、固有値の条件とか言ってましたけども、まあ、ちょっとしばらく固有値の話とか出てこないので、これぐらいにしたいと思いますが、というのが、同値な条件ですということが出てきます。前回こんなところまでやったと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。で、前回はですね、こういうことで、経済システム全体が純生産ができると、いうことが、まあ、どういうことであるか、どういう条件であるかということを見たわけなんですが、今日はですね、投下労働価値の定義というものを考えていきたいと思います。オキシオニフモモデルの、ケースに関して、投下労働の価値の定義というのはやってました。で、それを一般的にするというだけの話です。どんな話だったかというと、投下労働価値って、ある財位、1単位を生産するために、直接間接に必要な、投入労働力ということになります。で、まあ、これをちょっと TI で表すことにしましょう。T1 が第1財位、1単位作るために直接間接に必要な投入労働力。T2 が第2財位、1単位作るために直接間接に必要な投入労働力ということで、で、こういうふうにしますと、どう定義されるかというと、T1、第1財を1単位作るために直接間接に必要な投入労働量は、こんな風に定義されます。ハウアイを第I財、1単位生産するために直接、必要な、投入労働量、といたします。そうするとどうなるかというと、T1、第1財を1単位作るために直接間接に必要な投入労働量は、まず直接にタウ1が必要だということ。それから間接に必要な労働、つまり第一財を生産するためにさまざまな財を投入する、その財を作るために必要な直接間接の投入労働力、それが間接の必要な投入労働力ということになる。じゃあどんなものを投入しているかというと、第一財を1単位作るために投入される第一財の量というのが A の11でした。で、そうするとそれを1単位作るために直接間接に T1 の労働が必要ですから、これを掛け算して、T1A11 ですね。これが、第1代、1代を作るために投入する第1代、それを作るために直接関数に必要な労働力ということになります。で、同様に、第1代を1代に作るのに、第2代を投入します。第1代を1代に作るために投入すべき第2代の量というのは A21 でした。そして第2代を1代に作るのに直接関数に必要な投入労働力は、T2 ですので、これ掛け算ですね。T2A21。それが第1財を1単位作るために投入される第2財。それを作るために直接間接に必要な投入労働量になります。同じように、第1財を1単位作るために投入される第3財の量というところですから、第3財1単位作るのに直接間接に必要な投入労働量 T3 をかけて、第1財を1単位作るために投入される第3財を作るために直接間接に必要な投入労働量が、まあ、こんなふうに。ということで、ずっとこういうのが足していって、TN、AN1 で、最後にタウ1を足しますと。まあ、こういうこと、同じように考えて、第2財の1単位あたり、直接関節の投入労働量っていうのを見るとですね、同じように、第2財を1単位作るために、第1財が A1 に必要です。で、第1財の、直接関節の、投入労働量が T1 ですから、これをかけるはず。同じように第2財を1単位作るのに第2財が A22、それを1単位作るのに T2 の直接間接労働で、第2財を1単位作るのに A32 の第3財、それを、1単位作るのに T3 の、直接間接労働ということで、こう掛け算していく。これが間接投入労働量で、それに第2財を生産する部門において直接にタウ2の労働動力が出されるということですね。こんな感じでずっと式が並んで、最後にこんな風になるということですね。式が N 本。で、未知数が T1 から Tn まで N 本。だからこれも連立方程式が成り立ってて、これ解くことができるということなんですが、これをまた同じように行列とかベクトルで表します。どう表せるかというと、こう表せる。どういうことかというと、まだ掛け算ですね。さっきと同じように、これかけるこれ足す、これかけるこれ足す、これかけるこれ足す、これかけるこれ、これかけるこれ、までなんです。それを全部足すと。T1 かける A11 足す、T2 かける A21 足す、T3 かける A31 足すってずっとやって、TN かける AN1 まで。全部掛け算して足すということですね。
で、それが、それぞれの要素がこの式が成り立つ。T1 は、T1×H1+T2×N1+ 足したやつに、プラスタウ1という。で、これです。これまさに。これが、一番上の要素。で、二番目の要素は T2 イコール、これかけるこれ。今度は二列目にかける。これかけるこれ。足すこれかけるこれ。足すこれかける。二列目にずっとかけていって、で、全部足し合わせる。で、まさにこれだ。で、それプラス、たぶん、いうことになる。同じように、次は三列目にかける。T1×H3、T2×H23。三列目にそれぞれ掛け算していって、で、全部足す。で、プラス、たぶん3、ここに3番目の式になっている。ということで、N 番目の式まで、第 N 列目ですね。N 列目に T1×A1N、T2×A2N、ずーっと掛け算して、TN×AN。で、それ全部足すというのがこれ。で、プラス、たぶん。それが TN です。いうことを表して、これそのまま、行列で表すとこうなります。ということです。で、先ほどと同じように記号をつけておきましょう。太字の T で表しましょう。これも太字の T ですね。これはさっき大文字の A、投入係数行列。で、これは太字のタウで表しましょう。で、この T というのを、これは等価労働価値ベクトルですね。で、A は投入係数行列。で、タウが直接労働投入係数ベクトルというふうに言われます。こういうふうに書けるので、これも先ほどと同じように一本の式で書ける。t イコール pa プラスタウ。で、これもだから先ほどと同じように、普通に計算することができて、左辺に持っていくと。t マイナス pa イコールタウ。で、先ほどと同じように、この t っていうのは単位行列 i をかけたものとみなすことができて、で、t と t と同じものですから、くくってカッコの外に出すと。こんなになりますということです。そうするとですね、先ほどの大きな三文字条件の話っていうのは、こっち側に右側から縦ベクトルを掛け算するときの話でしたが、大きな三文字条件が成り立ったら、同じことがね、左側から横ベクトルを掛けるというときにも成り立って、つまり任意の純正のタウに対して、純正の t が存在。というのが、i-a が大きな三文字条件を満たすことと同時なんです。つまり、純正算が可能だったら、この t、等価労働価値というのは、皮膚の等価労働価値が定義できるということになります。でまあ、そういうことなんで、純正算が可能であって、i-a が大きな三文字条件を満たすと。そうすると、先ほど確認しましたように、逆行列が純正になります。ということなので、ここに t の i-a イコールタウに、右から i-a の逆行列、レオンチェフ逆行列と言われるものですが、これをかける。どうなるかというと、t の i-a に i-a の逆行列をかけると、こうなって、でこれは x に x の逆行列かけたら、これが単位行列になりますので、t に単位行列かけ算しても同じものになりますので、で、結局、等価労働価値というのはこんな風に出ますよ。ただですね、先ほどの生産の時には、財の中には生産されない財があったとしても別に構わない話なんですが、等価労働価値がゼロというのはおかしいから、こいつはね、やっぱり全部ゼロよりも大きい。これ強制であるためにはどうならなければいけないかということですね。これだけだったら、タウが純正なら、t が純正と、いうことしか出ません。強制ということは出てこないので、強制ということが言えるためにはどうならなければ一つは、タウがもともと強制である。そうすると、t は必ず強制になります。i-a の逆行列ですね。レオンチェフ逆行列。レオンチェフ逆行列は中には0の要素があるかもしれませんけれども、これが全部、要素が全部プラスである限り、こっち側に0要素がいくつか含まれていたとしても、結局これはプラスになりますってことですね。まあ、それは考えてみたらいいと。タウをこう掛け算しているときに、中には0の掛け算されるところがあるかもしれない。ともかく全部プラスである限り、それ足し合わせたらプラスになりますから。だから、タウが強制なら t は強制。で、もしタウが強制じゃなくて純正でも、a が分解不能なら t は強制になります。分解可能、分解不能の話は前回したと思いますけどね。こっちはですね、オキシオノブ。オキシはタウを
矯正というふうに前提します。で、こっちは森島です。森島道夫はタウを純正として前提して、A が分解不能という前提を置くことによって、T を矯正というふうにします。ということなんですけどね。まあ、それで論争してたりしますけども。よろしいでしょうかね。財がね、生産手段と消費財というふうに、もし分かれていたとしたら、生産手段から消費財には投入があるけども、消費財から生産手段に投入がありませんから、分解可能になります。そういう想定が起こりうると考えるならば、こっちの森島方式ではダメということです。国資方式じゃないといけない。まあ、ともかく全ての財は、直接投入労働は必要です。まあ、それはまあ、妥当な前提であると思いますけど。で、森島はそれに対して、もっとアドバンスと話して、結合生産を使って、例えば木の生産をするときの話とか、それから固定資本を扱うというようなことをやろうと思ってします。で、その時に直接労働が投入されないケースが出てくるということも扱いたいという、話があってですね。なので、森島はこっちでやってますということです。ともかく、こんな風にして、T が定義されるということになります。